探したぞ、コブラ。ハンマーボルト城。死ね。 ニューヨーク古代美術館の最上階に眠る 500 カラットのエジプトの秘宝ナイルの涙。あなたにぴったりの情報よ、ミスターコブラ。ナイルの涙か。そいつはいい情報だ。ここに来た甲斐があったぜ。情報屋ミスマドゥ。もう一つ、ギルドがあなたの首にかけた賞金が跳ね上がったわ。今度の賞金は 300万ドル。 光栄だね。
なんだこの数字は。さすがに警戒が厳重だな。さて、お手製の聖書を試してみるか。求めよ、さらば道は開かれ。高い可愛い子ちゃん、今おじさんがそこから出してあげるよ。やばい、なんかまずかったな。仕方ない、早いとこずらかろう。警報はこいつらの仕業だったのか。ってことはこのビルは奴らに占拠されちまったってことか。厄介なことになったぜ。
サンタクロースだ。ひとまず撤退だ。博士、ついてこい。
貯水タンクだ。パイプが屋上へつながっているはずだ。屋上へ行けばヘリコプターがあるはずよ。そいつを拝借するしか道はなさそうだな。ちょっと待って、さっき助けてくれたことは感謝するわ。でもあなた何者なの？俺か？俺はただのコソ泥さ。コソ泥って一体何を盗んだ？まさかあなた。いい？コブラ、ジャンプをすれば上に浮き上がることができるわ。でも水路の中は複雑よ、気をつけて。襲撃事件を起こした犯人は、目撃者などの証言から海賊ギルドと呼ばれる宇宙規模の犯罪シンジケートの一派と見られています。おかしいじゃないか。奴ら金目のものには目もくれず、化石中の化石一つだけ盗んでいくなんて。なぜギルドは化石なんか狙ったのかしら。さあね。ユートピア博士とか言ったな。彼女に会えば何かわかるかもしれんな。
この調査船はとても大きな船よ。私が案内するわ。もう敵が潜入している。出口なんてないようなもんさ。博士、俺についてこい。わかった。
化石中の貝殻に刻まれている文様、あれは古代火星文字なのよ。30億年も生きている化石中、その間に宇宙で起きたさまざまな歴史をまるで日記でもつけるかのように自らの体に刻み込んでいくのよ。わかる？彼らは生きた歴史書なのよ。すべての宇宙の歴史がここにある。そしてその中でも最も古い歴史、それは宇宙誕生の秘密、銀河系を生み出したパワーの秘密がそこに示されている。絶大なエネルギー、神のみが持つパワーの秘密が。何？それが奴らの狙いか。なんだあれは。この辺り一帯を統治するお方の城よ。この星で一人ジプシードッグと戦っている方なの。きっと力になってくれるわ。お方ね。本当に信用できるのか怪しいところだが、砂漠のど真ん中で干からびちまうよりはマシだな。